はい、それでは、今日は81ページだね。81ページの、最後のところの中沖入道消息、立正安国論上層一切共造に入りて考えたるにというところね。はい、じゃあ一緒に読みます。中沖入道消息にのたまわく犬る消化年中の大地震文明元年の大調整の時内下の知人そのゆえを占いしかども何のゆえいかなることの出対すべしと申すことを知らざりしに日蓮一切共造に入りて考えたるに真言全宗念仏律等の言称の人々をもって法華経を家老締め立て祀るゆえに梵天大釈の御とがめにて西なる国に仰せつけて日本国をせむべしと考えて高斎明寺入道殿に参らせ総来期去る昭和年中に起こった大地震、また後に文明元年に大調整が現れた時、僧侶やその他の知人たちがその原因をいろいろと占ったけれども、いかなる原因のゆえに起こり生じているのかわからずじまいであった。日蓮が一切共造に入って調べた結果、それは真言全念仏律等の言行正常の人々が言行を敬い法華経を軽んじているから、梵天大釈の御咎めを受け、西の方の国王に言いつけて、日本国を攻めさせる前兆であることが分かった。故にその由を故西明寺入道時頼殿に進言したのである。昭和年中の大地震っていうのはですね、立正安国論を書く一番のこの理由というかきっかけになったところのこの地震がですね、昭和元年って言うんですけども、昭和元年は、1257年なんですね。それで、立正安国論を書いたところの文能元年は1260年なんですね。ですから3年間にわたって、この昭和元年の1257年の2月にはですね、鎌倉幕府のですね、太政官庁というですね、今の日本で言えばですね国会議事堂みたいなこの鎌倉幕府の一番この政治を行う上で一番大事なですねこの建物が、どういう理由か分かんないんですけどもこの焼け落ちてしまうというその事件がこの起こるんですね。それで、この昭和元年の1257年の5月には、大地震が起こるということですね。それから6月ですね、
大干ばつがこの起こると、つまりこの米とかですね、そういうものを作らなければならない大事な時期に日照りが続いてですね、そしてその土地のその年のこの収穫っていうものがこの壊滅的なこの状況にこの陥るということなんですね。米なんかはですね、今は北海道まで米がこの全国でできるんですけども、昔はですね、米ができないこの地域っていうのがこのありましたので、米ができる地域の米ができないということはもうどうしようもないこの状況になるわけですね。だから1年米ができないということになると、そのもみ米というか種もみ、次の年にこのまくところのその米も食べなきゃいけないようなこの状態になりますから、1年そういう干ばつと飢饉が起こるということはもう5年10年とこの影響がこの及ぶということになるわけですね。栄養失調になると病気がこの流行する、そしてもっとひどくなるとひもじくて死んでしまう人がこの出てくるということになりますね。それから8月にですね、この5月に起きた大地震よりももっと大きいですね、この大地震、今の地震の地震学者から言うと、この時のこの大地震は、今で言うとマグニチュード9とか10とかいうような、もう本当にすごいその地震だったと。大聖人の書き物の中にその鎌倉の町の中でその地割れがしてですね、そしてそのマグマがこのなんていうか吹き上げるっていうか、ドロドロしたこの火山のこの溶岩がですね、この吹き上げるようなそういうことがこの起こったということですので、もう地震としてはもう本当にその最大級のもう建っている家がないような状況にこのなったということなんですね。でその時に日蓮大聖人様も鎌倉にこの住んでいましたから、ですから大聖人も被災者なわけですよね。どっか遠くからそのよそからこの蚊帳の外からその覗いて見てたっていうんじゃなくて、大聖人自身もその鎌倉の町の人たちと同じように、水がなくなる、食べ物がなくなる、その自分が住んでいたところもその倒壊して、その何て言うんですかね、この掘ったて小屋みたいなものを自分たちで建ててこの過ごさなきゃいけないと、食べ物を求めても食べ物を供給してくれる人がいないというような、その生活をですね、この大聖人自身も3年間立正安国論を書き上げるまでのこの3年間自ら被災者としてその経験をしてですね、そしてこの信仰者として出家者として今この国がその置かれている状況っていうものはなぜそのこうなったのかということをこの経文を通してですね、その理由を見出して、そしてその人々にその伝える責任と使命が自分にはあるというふうに考えて、
それで、全ての経典というものに当たってですね、そしてその中で、そのことをこの訴えるためにこの立正安国論というこの書物をその書き上げたということなんですよね。ですからそのところの要するに、この大聖人のその時間的な経過をですねこの言ってるわけですよね。昭和年中の大地震、5月8月のこの大地震、それから文明元年の大朝政の時、ほうき星ですよね、ずっとこの長くこの引きずったようにこの光り輝くところのそのほうき星ですよね。でこれもね、前お話ししたか分かんないんですけど、大正時代かなんかにそのハレー彗星がこの地球にこの接近するというこのことが分かったんですね。それで大正時代であってもですね、そのハレー彗星のほうき星のこの尻尾のほうきがですね、この地球をこの舐めるようなこの大接近ですからね、この舐めるようなその奇跡をこの通った時にですね、この酸素欠乏になってそのたくさんの人がこの死んでしまうんだというこの世の中にこの噂がこの流れたわけですね。で科学者もですね、そのほうき星がそのハレー彗星が接近するっていう、接近したらどうなるかっていうことがわからないわけですよね。わからない。それでその噂をその打ち消すっていうこともこのできないと、こうこうこうだからっていうことをその理論的にこの説明するっていうこともこのできないというためにですね、そのハレー彗星がこの近づいてくるっていうことに従ってですね、その今で言えば酸素ボンベですけども、その当時は酸素ボンベなんていうことは ありませんから、この自転車のチューブがですね、そのものすごいその売れたっていうんですね、その自転車のチューブにその前もって空気を入れといて、それでその空気が薄くなってきたらそのチューブからですねその空気を吸うんだというようなことで、もう日本中のこの人々がですね、この自転車のこのチューブをですねその買い漁るというようなそのことがこの起こったというんですね。ですから鎌倉時代の人間とあんまり大正時代でもその全然その変わっていないと、右往左往してバタバタその混乱しているだけというような、そういう状況でそのハレー彗星がこの現れたということで、その昔の人たちはみんなそういうものが現れるということは、これはとってもその不吉なそのことなんだというふうにその考えるわけですよね。何かの原因があってそういうものが現れるんだと。今その科学は何年後にこういうことがある、何十年後にこういうことがある、何百年後にこういうことがあるということをこの衛星その天体のこの動きっていうものをそのコンピューターで解析して、それでそれをこの予想すると、つまり、太陽が欠けるとか月が欠けるとかいうようなことももう何十年も前から何百年も前から分かるという時代ですので、もう何て言うんですかね、誰も不吉だなんて思ってないわけですよね。もう下手すると
オーストラリアで見れるって言ったら、その飛行機に乗ってオーストラリアまで行って、それで、その日食とか月食を見てくるというような、そういうようなその時代になってるんですけど、昔の人たちは日常的な太陽や月っていうものが欠けたりこのするということを見たときに、これは自分たちのこの生き方っていうものがおかしくなってるから、社会がおかしくなってるからこういうことが起こるんじゃないかというふうに、そのみんなその考えたわけですよね。ですからそれが何百年という単位で定期的にそういうことがその必ず起こるというふうに、その長い歴史の分析というものはありませんから、ですからそういうような日常でない変化というものが起こったときに、その何かのたたりじゃないかとか、何が原因でこういうことが起こるんだろうかというふうに、自分たちの精神性というものにこのを振り返って、その自然現象というものを考えるということを、その昔の人たちはしてたわけなんですよね。だからそれをじゃあ今の人間は本当に、その能天気で、科学というものを知らないで、そんなことに怯えてて、アホだねというふうにその考える人がこのいるわけですけれども、昔の人たちはですね、一蓮大聖人もそうですけれども、みんな仏教の基本ですけれども、色心不二ということをそのみんなその考えて、理解をして、その信じて、その受け止めてこのいたわけなんですよね。色は形の世界、目に見える世界ですね。その心は目に見えない、この世界、目に見えないけれども確かに存在するというその心の世界、目に見えないために目に見せるということが、その手に取って見せるということができないけれども、その心というものがこの存在しているという、目に見えないけれどもあるというその世界を、その心の世界というわけですね。ですからそれが要するにつながっていて、それで形は形、心は心だっていうんじゃなくて、形に現れるものは必ずそこに心が伴っていて、心があるものは必ず形姿っていうものにその現れるものなんだというふうにその考えてたわけですね。今は地震は地震、日食は日食、月食は月食、彗星は彗星と、いうふうに、何も不吉なことはそのないんだというふうにその考えるわけですけれども、その昔の人たちはその私たちのその心とこの自然の姿っていうものは、そのみんなこのつながってるんだということを、そのみんなこの理解してこのいたわけなんですよね。だけど今でもですね、4年前に起きたところのその広島のこの土石流のこの災害にしてもですね、それから東日本のこの大震災も、自然の災害とプラス原発のこの災害っていうものを考えたときに、その本当にその自然のこの脅威、自然の災害っていうだけの問題としてですね、その解決するっていう、その割り切るということがそのできるかといえば、その決してそのそういうことはないわけですよね。この間の山崩れ、この土砂災害なんかでもですね、まあ私自身も
その車でそのこの福山以外のところを走ったりするとですね、こんなところに家を建てて大丈夫なのかなっていうような、そのところにこの家がこの建てたりするわけですよね。普段何気なく見てもその危なっかしいなというところに家を建てればですね、その大雨であるとかちょっとした地震が起こればですね、その必ずそのバランスを変えてその崩れるということはもう目に見えてるわけですよね。この年は自分で買ったんだからとか、この公の役所がここに家を建てていいっていうふうに言ったからとか、誰の責任だとかいうことを言うんですけども、明らかにもうここはまずいだろうというようなところにまでその家を建てると、それからその人家があって、それで畑を作っているような里山があって、それでその山があってというふうに、その広島の4年前のこの土砂災害のところも真ん中にこの里山があったにもかかわらず、どん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 この家が欲しいということで、その里山を潰してもう山際までその家をみんなこの建てていったと。でそうした時にその山が崩れた時に、その全部のこの家がその災害に遭わなきゃいけないと、役所が許可したじゃないかとか、不動産屋が売ったじゃないかとかいうふうに、その誰が悪いんだっていう、そのもし裁判にかけたとしても、そういう災害が起こってそういうふうにして死者が出たっていう事実はもう変えることができないわけですよね。ですからそういうふうにその人間のそのまあ大丈夫だろうというようなその頭でそういうものをやっていく、災害が起こると、そうなった時に災害は災害、人間の心は人間の心というふうに別々のもんだというふうにその解釈をして割り切るということはそのできないわけですよね。みんなつながってるわけですよね。明らかにそのここはその角度も急だし、その危ないじゃないかと、どんだけ土地がそのなくて、どんだけ家が欲しくても、ここはやっぱりその建てちゃ、まずいんじゃないかと、どう考えても危険なこの状況にこの場所があるというふうに考えたときに、そういうところにそういうものを建てない、そういうものを作らないということもその考えないで、その人間の力でもってそのねじ伏せていけるんじゃないかというふうに考えてこのしていくわけなんですけども、そのことをこの色心不二っていうのは、それはそのダメですよと、形の世界と人間の命の心の世界というものはそのつながってるんだよと、心が形に現れて形がまた心にその影響を与えるという、その関係というものはそのどっちが上とか下とかじゃなくて同格なんだと、一緒なんだということをこの仏教では、また日蓮大聖人はそのことをその基本として、地震は地震、災害は災害、大火事は大火事という問題じゃなくて、そういうことを通してその私たちは自分の生き方、自分のやってきたことをその振り返るということをこのしなきゃいけないんだと、これは罰が当たったなとかいうような、そんな単純なもんじゃなくて、その今までの生き方や今までの考え方っていうものがその良かったんだろうか、どうだろうかというふうに、その自分を顧みるということをこのしなきゃいけないんだということ、
そのことをこの大聖人はこの立正安国論の中でこの指摘をしているということなんですよね。で、日蓮大聖人はさっきも言ったようにその信仰者としてその坊さんでありますから、ですから政治家も答えを出せない。で、その当時のその学者も答えを出せないと。なぜこうなってんのか、なぜこうなったのかということに手をこまねいて、全くその答えをこの見出すということがそのできない中で、日蓮大聖人様は出家者として信仰者として仏教の教文というものを通してこのことの原因というものが必ず書かれてあるはずだというふうに考えて、この全ての経典というものにこの当たって、その結果日蓮一切経蔵に入りて考えたるに、真言禅宗念仏 律等の権生の人々をもって法華経を家老指名立て祭るゆえに、梵天大釈の御咎めにて西なる国に仰せつけて日本国をせむべしと考えて、故西明寺入道殿に参らせ総来期というふうにこの示されてですね、これも前今までね何遍もお話を申し上げてきましたけども、真言宗は真言は大日如来ね、大日如来ね、念仏は阿弥陀如来ね、阿弥陀如来、真言は南無大師遍照金剛、念仏は南無阿弥陀、南無阿弥陀仏ということですよね。それから立宗とかですね、禅宗とかいうのは仏の中でもお釈迦さんが一番偉いからということで、南無釈迦牟尼仏という、まあ、禅宗はそのお寺そのお寺によって本尊が点でバラバラですけれども、まあ基本的にはお釈迦さんをこの南無釈迦牟尼仏といってお釈迦さんを拝むというんですね。禅宗でもその真言を取り入れているのもいれば、念仏を取り入れているのもこのあるんですよね。禅宗もいい加減というか何でもありですよね。不思議な宗教ですよね。それで、みんな仏様をその中心にその信仰しているわけですね。で、法華経の教えからしたら、全部の仏は学校の先生と一緒ですから、まあ、北朝鮮とか中国とか韓国みたいにちょっとその学校の先生の教科書自身が 国をもってしておかしいところもありますけども、その先生は国が違ってもその同じことを教えなきゃいけないわけですよね。自分の国に有利なことだけを教えるっていう先生だったら、それは必ず間違ったことを教えてるということになっちゃいますよね。でそれでいつも皆さん方にお話しするように、まあ、基本的に 1+1 は2ということ、まあ、これは北朝鮮でも韓国でも中国でも 1+1 は2だと教えてると思うんですけどもね。世界中の
この先生、その先生がこの仏様ということになりますね。で、その自分、先生も自分が子供だった時にその時の先生から 1+1 は2だということをこの教えてもらったわけですね。だから先生が自分で作り出して編み出したその道理ではないということになりますよね。ですから全部の仏は全部この 1+1 は2っていうのは例えて言えば南無妙法蓮華経ということなんですね。だから全部の仏はみんな南無妙法蓮華経の法というものを悟ったために仏になれたということなんです。大日如来は大日如来の悟り、阿弥陀如来は阿弥陀如来の悟りじゃなくて、大日如来も阿弥陀如来もお釈迦さんもみんな南無妙法蓮華経の法というものをこの悟って、南無妙法蓮華経の法というものをこの衆生に教えなきゃいけない、それがその仏の役目なんだということなんですね。だけど時代と国によってその担当の先生の担当のこの仏っていうものはその 1+1 は2っていうことを、例えば教育のこのカリキュラムの中で保育所の先生に保育所の生徒に 1+1 は2っていうことを教える授業っていうものはこのいらないわけですよね。別にそんな、まあその英才教育でしてる保育所もあるかもわからないんですけども、そういうことは教えないわけですよね。昔ながらの保育所だったら字も教えないわけですよね。今ちょっとバラつきがあって、教えるところもあれば教えないところもありますけども、そういうことをするわけですね。だからこの大日如来の悟りは南無妙法蓮華経なんだけど、南無妙法蓮華経を主上に説くまでの担当者としてのその役目っていうものを担ってない仏様がいるわけですよね。で、これを要するに仮の仏、言仏、影の仏、この釈仏というふうにこの言うわけなんですね。ですからみんな中身は南無妙法蓮華経なんですけども、まだ南無妙法蓮華経を説くことができない立場のこの仏様だから、自分の説ける範囲の教えでもって南無妙法蓮華経の方向に行かなきゃダメですよということをその教えなきゃいけない、そういう責任の仮の仏様ということがこの大日如来であり阿弥陀如来であり薬師如来であり、地蔵菩薩とか観音菩薩とかいうそういう菩薩たちのその役目っていうものはそのそういうことになってるわけですね。だけど世間の人たちはこれらの仏様も立派な振る舞いっていうものをしますので、ああもう自分は大日如来さんでもう十分だわと、もう阿弥陀如来なんかもう自分にとってはもう最高だよねというふうに、みんな南無妙法蓮華経に至る以前の段階で満足してその終わってしまっているということなんですね。だから大聖人は真言禅宗念仏律等の言性の人々をもって法華経を家老指名立て祭るゆえにと、つまりこれで満足だと、もうこれで十分だというふうになったら南無妙法蓮華経なんていうことは考えもしないし、南無妙法蓮華経の教えというものを聞いても、そんなわしらはその南無妙法蓮華経までそのやる気ないからと、これで十分だからと、これで十分だということは今度は南無妙法蓮華経の方を軽んじるということにこのなってしまうわけですね。だからこれらのこの仏の存在、これらの仏を中心に信仰したならば、この南無妙法蓮華経のその法というものを信ずるという心というものがそこにその芽生えてこない、
南無妙法蓮華経の方を受け入れる気持ちっていうものがこの生じてこないということにこのなってしまうわけなんですね。だからそのことにその気づかせるためにその天変地異であるとか他国神筆なんであるとか次回翻訳なんであるとかそういうその末法のこの兆候というものを表すところのそういうようなこの世の中の混乱というものを通して今までの自分たちの生き方っていうものはこれで良かったんだろうかというふうに自分たちをこの振り返ってその考えてもらいたいということなんですね。そのことを強く考えさせるために梵天大釈の御咎めにて西なる国に仰せつけて日本国をこの専務べしと考えてと要するにこの今の日本もそうですけども人間っていうのは外圧にこの弱いわけですよね。自分の中ではその自制したりその自浄作用っていうものが起きにくいんですけども予想の国からそのあんたの国ちょっと変だよとかそのあんたの国そのこうした方がいいんじゃないかああした方がいいんじゃないかっていうふうにその言われるとですねまあよその国がそうやって言ってるんだったらやっぱりそうしなきゃいけないのかなというふうにその思い越しをこの動かすということがその今でもあるわけですよね。芸術なんかもそうですよね。日本で全然人気がなくて全然評価されないこの人がその外国に行ってそれでなんとか大賞とかってドーンと取るとですねやっぱりあの人はすごかったんだって言ってそのそれまで、あの人の作ったものはわけわからんな変だなあいつ頭がとか言ってたのがそのよその国が大絶賛になって言うとやっぱり、あの人のはすごいんだなとあの人の作品を持っててよかったとか言って、なんか値段がボンと上がったりこのするわけですよね。だから外圧っていう逆輸入ですよね。外圧ね、あの今というかあの有名な宗像志功というこの人でもとっても変なそのおじさんでそのなんていうんですかね、前テレビ見てたらねある村のねそのお寺の襖このもうそこにタダでね何時も泊まっててねもちろんお金も払わないでそのゴロゴロしててねでそのもうそろそろ帰るからお礼にっつってそれで襖にそのなんか書かしてくれってそれでガーッと書いたんですよね。相手は宗像志功だからねなんかぐっちゃぐちゃのその絵と文字がその書いてあるんですよね。ほいでとんでもないその汚してきやがったってそのお寺の住職はとんでもないその綺麗だったその襖を汚していきやがったっていうふうにその、まあ、思ってたんですけどまあ取り替えるわけにもいかないのでそのままその何十年もこの置いといたら押したらその宗像志功の名前がガーッと有名になったらまあその宗像志功が書いた襖絵だということになってそのとんでもないそのもういろんな人がこの訪ねてくるようになって押したらとんでもないその汚され襖を汚してきやがったと思ってたのがとんでもないその価値のあるものにそのなっちゃったという話をやってましたけどそんなもんですよね。そういうもんなんですよね。
いいか悪いかということは僕は分かんないんですけども、そういうふうにその外圧でよそから回り回って評価されると、なんか便乗してそのすごいこと このようにその感じるわけですよね。だからどんだけ日本の中で鎌倉幕府の中で身内同士の殺し合いが行われていても、それはただの覇権闘争であって権力闘争であって、そこからそのきれいなものが生まれてくる、正常なものが生まれてくるということはないわけですよね。あいつより俺の方がその強いんだと、あいつより俺の方がマシなんだということのその殺し合いなわけですよね。だからどん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 殺し合って、どん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 そのこの内部総括されてそのいくわけですから、全体としては衰弱していくということになるわけですね。だけどもよそからその日本を、日本に属国になれと、日本にこの攻めていくぞというふうに言われると、その喧嘩していたその身内同士が団結せざるを得ないような、そういうようなこの状況というものにこのなっていくわけですよね。だから他国侵筆なんていうことを通して、その日本はその自分たちが今までやってきたことがその本当にその国のためになっていたのかどうなのかということを、その冷静的に客観的にその振り返らなければならないような状況というものがその時代にその生まれた、蒙古が日本に迫ってきた時点において、その日本はそういうことをその考えなければならないということになった。大正にはそのことを通して、その本当に自分たちの心の世界、信仰の世界というものもその振り返ってその考えなきゃいけないじゃないかということを、この立正安国論にこの訴えたわけですよね。で、五代執権はこの西明寺という北条時頼が西明寺という禅宗のお寺を自ら建てて、それで頭を丸めて禅宗の坊さんにこの北条時頼はなったわけですよね。だもんで西明寺入道というふうにお寺の名前をこの名乗ってるわけですけれども、だけども鎌倉幕府の黒幕として実際に国を動かしているのは、この頭を丸めて坊さんになったはずのこの北条時頼このだったわけですね。で、北条時頼は自分が五代執権を辞めるときに、六代執権として北条長時っていう人間をその六代執権にこの収まらしたわけですけども、だけどもこれは傀儡政権でもって、自分が裏から糸を引いて、長時は名前だけのこの将軍で、実際にその国をこうしろああしろっていうふうにその動かしていたのはこの北条時頼。だから日蓮大聖人はこの立正安国論は幕府に対する公式文書であれば、その時の執権がどれほど無力の傀儡政権のこのおみこしであっても、北条長時にこの立正安国論を提出しなければならないにもかかわらず、その今の例えば政府に訴えるといえば安倍晋三さんという名前にでその訴えなきゃいけないわけですよね。黒幕になってる人がいるかどうか分かんないですけど、黒幕の人の名前でその日本をこうすべきだっていうその意見書を出したら、それはただのそのお手紙ということになっちゃうわけですね。だけど大聖人は実際に国を動かしている人間、公式文書にならなくても実際に国を動かしている人間の心っていうものを変えて、実際にこの国を変えていきたかった、実際にこの国を正しい方向に動かしたかった。だから日蓮大聖にはその実際の現実の方をこの取ったということが
この言えるわけなんですよね。今あの検証会っていう、元は妙心講っていうふうにこの言ってたんですけども、その人たちが一生懸命新聞を配ったり本を配ったりこのパンフレットを配ったり、このしてるんですよね。目にした人もいると思うんですけども、でその中にその大聖人の言葉をその利用して、立正安国論の言葉も含めて利用してですね、それでその核戦争が起こるぞとか、ロシアが攻めてくるぞとか、中国が攻めてくるぞと、北朝鮮がその日本に向けてその核弾頭をこの発射するぞと、だからみんなこの南無妙法蓮華経の大聖人の信仰をしなきゃいけないんだというその論法で、大聖人がそうやって言ってるんだということを言ってるんですけど、大聖人はそうやってそのよそからその戦争が起こったり、よそから戦争でその攻められたりっていうことをその喜んでるんじゃないんですよね。そうなることを楽しんでるんじゃないんですよね。そういうことは要するに私たちに目覚めろっていう警鐘なんだと。その警鐘を聞いて目覚めなきゃいけない、気づかなきゃいけない、自分の生き方を振り返らなきゃいけないと。ね、振り返るためにその今起きていることをこの本当に真剣に考えていかなきゃいけないんだということをこの大聖人は訴えているわけなんですね。先ほどの昭和の時代から立正安国論を書かれた文王のこの3年間の間、大聖人は被災者として自らも鎌倉市中に生活しているこの一人の人間として、一般の町の人たちと同じように苦労して、辛い思いをして、不便な思いをして、家もなくなってという状況の中で生活をして、その中から要するに自分にできることを、自分がこの導き出さなければいけない答えは何なのかということをこの真剣にその考えたわけなんですね。だからどんだけ信心していても、そういうふうになった時にはみんな受けていかなきゃいけないわけですね。だから検証会の人たちは信仰していれば、ノアの箱舟みたいに信仰していれば信仰しているものだけは助かるんだみたいなことをこの言ってるわけなんですけども、みんなそのことを受けていかなきゃいけない、みんなそのことを受けていかなきゃいけないっていうことを、そのあの人たちは、そのあの人たちの考え方の中にはその欠落していると、その絵空事であるということが言えるわけですね。だから本当はそんなことが起きなくても、自ら目覚めて気づけばこのいいわけなんですよね。頭をどんだけ打っても気づかない人は何遍打ったって気づかないんですからね。だから警鐘は警鐘として自分の心の中に響かなかったら警鐘にはならないと。喉元すぎれば暑さ忘れるで、へえそんなことあったかねということで終わってしまう。だから私たちはその警鐘というものをその大事にして、どういう生き方をするのか、どういう考え方をするのか、どういう信仰をするのかということ、そのことを考えていかなきゃいけない。それがその立正安国論にこの大聖人が指摘しているところのその意味なんだと。中国やロシアや韓国や北朝鮮の動きをどうだ、大聖人の言ってる通りだ、末法だから、末法だから戦争が起こるぞ、地球が壊滅的な状況になるぞというふうに蚊帳の外みたいなことをその言っているこの人たち、必ず検証会に限らずいろんな世の中にある宗教の中で
必ず終末思想、この国がダメになるっていうことを必ずこの脅しのようにその宗教というものがこの使います。そんなことのためにこの宗教というものがあるんじゃないんだということをそのみんながその気づかなきゃいけないということがこの言えるわけなんですよね。継承といえばですね、仏教の話の中にね、このね、どんくさい馬をね、このダバって言うんですよね。ダメのダにこの馬って書いてダバって言うんですよね。ね。でそのダバはね、この乗ってね、そのムチをこのお尻にパチンとってこの打つとね、普通はその驚いて、それでその一生懸命走るもんなんですけども、このダバはね、打っても打ってもね、お尻から血がにじむほどこのムチを入れて打ってもね、その走らない言うんですね。で普通の馬はね、このパチンとその打つとね、あ、これは急いで走れということだなっていうことに気づいてね、それでその走る、それが普通の馬だったね。で優れたね、駿馬ね、もうすっごい馬の中でも馬、もう馬の中の馬って言われるようなそういう優れたその能力を持った馬はね、その馬に乗った人がね、この鞭を当てようっていうふうに考えて鞭を構えた、その鞭の影を見ただけで走るって言うんです。この鞭が継承ですよね。継承、どんだけ災害が起きて、どんだけ血がにじむような苦労をしてもですね、喉元すぎれば暑さを忘れるで、それでまあそんなこともあったかねということで、その終わってしまう人ですね。また打たれた分だけこれは頑張んなきゃいけないなというふうに頑張る人、そしてそういうことが起きなくても起きる以前からそういうことが起きたときに、私たちはどういう生き方をしなければならないのか、起きても起きなくても私たちはどういう教えというものを大切にしていかなきゃいけないのか、どういう信仰をしていかなきゃいけないのかということを、自らその影を見ただけで実際になくてもそのことを感じることのできる、実行することのできる生き方というものを、その信仰者というものはこの日蓮大聖人の教えというものを通して気づかなきゃいけないということなんですね。だから大聖人は自害翻逆なんとか他国侵筆なんとかそういうものが起こったことを喜んでるんじゃないんですよね。悲しんでるわけです。そういうものが起きなくてもそういうことに気づかなきゃいけないじゃないかと、気づくということが人間の知恵じゃないかと、あったから気づくんじゃなくて、なくても気づくということができる力を人間は持ってるんじゃないかということをですね、この大聖人はこの立正安国論の中でこの指摘をしているわけなんですね。つまり鎌倉時代はまだ科学的にも幼稚で、みんなその頭の中が単純で、今のような科学的に医学的にもこの優れたそういうこの内容というものが一般の人たちの分かっているような時代と違って、天体のことも全く分かっていなくて、そしてそういう自然現象で
右往左往して騒いでいた、そういうようなこの本当にその野蛮なその幼稚なそういう人たちの時代のその人間だったんだと言うんじゃなくて、日蓮大聖人は色心不二、形に見える世界も形が見えない心の世界もみんな同じレベルでつながっていて、そして自然の姿を見てまた人間が心を正す、人間の心映えが自然というものに反映していくんだと、そういうつながりの中でこの一年三千というこの三千大千世界のこの世界、私たちの世の中というものがその出来上がってるんだと。だから物は物、心は心、別々のもんじゃなくて一緒の世界なんだということを私たちは絶対にその見失っちゃいけない、忘れちゃいけないということ、そのことをこの指摘してこのいるわけなんですね。だから話は戻りますけども、その検証会が言っているようなその脅しのような、また実際にそういうことが起これば自分の予言が当たったって喜ぶような、そういうようなその低俗な考え方っていうものはこの日蓮大聖人にないし、検証会が訴えていることは完全に大聖人の教えから外れるところの間違いであるということがこの言えるということなんですね。